れたりもするんですよね、うん、縦の動きがあるっていうのはすごいですね。こういう動きとかこう斜めの動きとかねそういうふうにいろいろ使ってもらうといいと思います。はい、じゃあですね、今日は今の振り付け学をベースにして、うん、ラッピー橋本が最近ですね、シマクマガンホーズという関西のバンドのミュージックビデオを振り付けしたんですね。おお、すごい。でもういきなりね、あの公演に50人100人ぐらい集めて、はい、もうみんなであのなんでボリュートってなのインドの映画みたいにみんなで踊ってみたいなイメージで作りたいということで、はい、そこで振り付けして踊ってミュージックビデオにしたっていうね、ラッピー先生が。そうです、すごいですね。ありがとうございます。でそれをね、あの皆さんにご覧いただきたいと思います、はい、で後でみんなで踊りますからね、はい、では映像の方よろしくお願いしますどうぞ。計画に基づいて皆さん練習してみましょう、はい、まずはね、あ、ちゃんといただきます。ちょっといただきます。お名前さん、はい、ちょっと会話が聞こえづらいですって言いました。あ、本当に、はい、うん、音楽の方が ね、ちょっとガーッと来てしまいましたね。今から大丈夫ですよ。会話出します、どんどん張っていきます。どんどん張っていきます。あ、大丈夫ですか。怖い、勢いが半端ない。勢い半端ないですか。ありがとうね。はい、出していこう。私がちょっとセンター寄りすぎて怒られるんですよ。もうちょっとこっち来て怒られるんですよ、私が。立ち位置重要ですかね。立ち位置重要ですね。ぐいぐい来るんで。近くに寄ってもらうとちょっと細く見えるでしょ。誰か、ちょっと失礼。ちょっと嬉しいんですけど。じゃあ、ジャパニーのインドにちょっと練習してみましょうか。はい、皆さん手を上に上げてください。はい、右手左振るだけです。ジャパニーのインドに。ちょっとリズム感ないですね。リズム感ないですね。これだけ。はい、あ、いただいてます、はい、これ。ももさん、はい、インド風ダンス。はい。っていうツッコミをいただきます。ありがとうございます。インド風ダンスじゃなくて。そうです。おっしゃる通りでございます。そのイメージで作ってますからね。なんで、ジャパニーのインドに、ジャパニーのインドには振るだけです。うん、あ、ごめんなさい。ジャパニーだけでした。ジャパニーは振る。ジャパニー振る。はい。インドにはまさに。うん、インドに、あ、これインドっぽいですね。インドっぽいでしょ、はい、インドに、はい、いいっすね。いいでしょう。やりやすいです、ね、仕事でも、はい、カレー食べ過ぎ、カレー食べ過ぎ、うん、姉さんこれまたいただいてます、うん、はい、コシヒカリさん、うん、みんなで踊るとまた違う、うん、あー、いいな、こういうのいいっすね。もうこういうのもうコシヒカリさん、いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。コシヒカリさん、さっきからお米食べたくてしょうがないです私ね。もう今日はカレー、絶対カレーらし食べましょうね皆さんね。決まりますね、はい。カレー食べ過ぎ、はい、スパイシー、スーパイシー、そう、スーパイシー、そう、これ顔大事ですか、はい、顔、スパイシー、スパイシー、はい、顔大丈夫、顔大丈夫、大丈夫、ね、でもう一回、はい、ジャパニーのインドにこれ一緒ですね、うんうん、黄色いお花が咲いてるわ、もう分かりやすいです ね、 いいですね、咲いてるわ。これワオちゃんもいただいてます、はい、ワオちゃん、うん、ライ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 でワオみたいな、ライ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 、その後ライラライラライララなんですけど、それはこう押してください、はい、ライライラライイラ、キラキラ星ですね、もう一回、はい、ライララ イ, ラ, イラ、次大仏さんみたいに、大仏さん、うん、もう一回、ライラライラキラキラ星、ライラライラ大仏さん、うん、いいですよ。あ、そうね、いい、反対になってもいいです、最後反対になってもいいですので、
やってみてください。じゃあちょっとこれ曲で練習してみましょうか。はい、ね、皆さん見ながらでも大丈夫ですからね。はい、では音楽よろしくお願いします。インドに、はいはい、スパイスよ、スパイシー、はい、ジャパニーのインドに、はい、ライオハナガサイデューワ、はい、ライライライラキラキラ星、ライ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 ブツソン、もう一回、ライライライラライライラライライラライラライブツソン、いいですね。ありがとうございます。いい感じですね。じゃあコシヒカリさんのリクエストにお答えして、はい、みんなで踊ってみませんか。ご覧のお客様のところですね。ご覧のお客様とあとミュージックビデオも一緒に。おお、ほうほう、みんなみんなですね。そう、皆さんも参加してるつもりでやってみたいと思います、うん、いいですね。はい、動画で一緒に踊ってみましょうか。はい、嬉しそう。ねいいですよ。顔大事ですからね。来たよ、バーニーインダーイン、はい、お、はい、バニーインダーイン、はい、押して、ライライライラライラ、はい、ライ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 ラライラ、ライブスタンド、はい、キラキラ星、ライライライブスタンド、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます先生、ありがとうございます。ねえ、さっきの振り付け入門学が皆さんの中にあるからより一層踊りやすくなってるはずです。説得力がありますね。あれ、なんかちょっと持ち上げてない？なんかあんの？なんか思ったことをね、思ったこと、本当に思います、思います。そうですか、それだったらいいんですけどね、気になるわね。いやこんな感じでね、はい、皆さん振り付けぜひ楽しんでもらいたいと思いますよ。あ、これで今、うん、チャットの集計いきましょうか。はい、はい、お、いいですよ。できたが1、うん、無理が1、うん、これポイントですよ。次、うん、楽しいが25。素晴らしい、ありがとうございます。楽しいってのはやっぱベストです。皆さんもう一回、もう一回、もう一回アップで、ちょっとありがとうございます。はい、大御所歌手みたいな勝手に好きですから、好きですからね。そして、はい、運が1ってなってます。でも全然もう楽しくて楽しくてですね。そう、楽しい、ね、楽しい、はい、楽しいでしょ。しかもね、ちょっとね、やっぱり作るっていう楽しみも知っていただいたらより一層楽しいですね。踊るだけじゃなくって作ってみるっていうのもね、ちょっと一度チャレンジしてみて。あ、いいですね。ね、中級編ももうオファー来てますからね。次中級編、次回が待てない。はい、行きたいと思いますね。皆さん頑張ってやってみましょう。さあ、ちょっとですね、はい、一回ちょっとワオボタン、はい、カウントをクリアさせていただきますね。はい、ありがとうございます。はい、で次が、うん、じゃあ皆さんちょっと